本の森図書館を作りまいりました。森の中で読書しているような空間に実際丸太使いますと結構重さが出ちゃうんで、丸太っぽく表現したいと。このボイドですね、ちょっと自然木に近い幹ってこうだろうなちょっと思い出すんで金井隆秀です。以前あの園庭を作らせてもらいました。いやと山王幼稚園に参りました。樹木も結構成長しましたし、いい雰囲気の森の中の遊び場となっているような感じです。はい、幼稚園の方からお話があったんで図書館を作りに参りました。外では室内なんです。室内なんですけど、ちょっと自然風に作っていきたいと思っております。本の森のようなイメージで、できるだけ園庭で作ったようなイメージのを室内に、それを図書館として表現してくれということで多分ご依頼があったと思います。はい、そういう形でやっていきますので、よろしくお願いいたします。いや、現場こちらです。ここからこの教室になります。まあ今までここでやっぱり教室として活用してたんですけど、まあ今度は本格的に一部屋を図書館という形で園を考えて、園庭の方も森のような雰囲気で、まあこちらの方もまあそういう森の中で読書をしているような。自由に本が読める空間にしたいと思ってます。まあ園庭とのつながりもありますから、園庭は結構丸太を、自然木の丸太を使ってるんですけど、あくまで室内なんで、実際丸太使いますと結構重さが出ちゃうんで、逆にもっと丸太風に見せるような形の方がデザイン的にもちょっと楽しめるんで。あ、じゃあ丸太風の何かを使うってことですか。そうですね、丸太を風に見せるそういうもので一応考えてます。はい、基本的には本、これを収納できる、収納できるだけじゃなくして、取りやすいで、何の方か分かりやすい、やっぱりいろいろ聞きますと、季節によって本を入れ替えてるらしいんですよね。そのシーズンになったら出すとか、展示、それから収納、そういうことがまず最初ですね。壁際はそういう形を利用させていただこうかなとは思ってます。で、窓辺においてはこれで今まで園児の物入れだったんですけども、まあ、これをまた利用していこうかなとは思ってます。本棚として利用していくと。いや、これはもうちょっと本棚だったらこのまんま使えるんですけど、違った形でこの空間を利用していこうかなと。で、あとこの日差しがやっぱり非常に入るところなんで、外の暗さ来年によってちょっと変化が、窓の演出もちょっと考えております。ここが一番やはり図書館の入り口になります。
ですからここはもう森に入っていくっていうようなちょっとイメージでここは装飾したいと思ってます。で、あとこんだけの空間ありますから2基ぐらい構造物を考えてます。なんか子供たちが中に入って本題を見るとか寝転んでという空間を、そういうものも考えております。大体工程的にはそんな感じですね、はい。まあ、タイトル的には本の森というテーマで、そういうイメージで作っていこうかなとは思っています。下準備として事務所の方でいろいろと物を作った、それをこちらの方に持ってくるという形になります。戻って作業をやっていきます、はい。今回使う材料を作りたいと思っております。こちらで加工してで搬入したいと、まあ、丸太のイメージで一応他の材料をちょっと丸太っぽく表現したいと思って、それはこのボイドですね、段ボールのボイドを貫通して、機体の穴を開けたり、それから型枠にしたり、いろいろと。ね、丸太同じ形状ですから、ただ軽いで表面がちょっとやっぱし段ボールということだけであって、だからこの表面を一応珪藻土で塗りまして、であと丸太っぽく着色すると、一回これで珪藻土塗っちゃえば、その上からオイルステン塗るとちょっと実際の丸太にオイル線塗ったような感じになりますから、これを使ってきた。今回ちょっと室内で水道周りとか電気とか我々の力だけじゃできないところが結構あるんで、今回はリフォーム会社のリベルテさんと一緒にご協力していただきます。お手伝いさせてもらったりしてもらったり交流はあります、はい。構造会社リベルテの山本です。労働会社の石井です。よろしくお願いします。あと大工さん、まあいろいろと加工のものがあるんで一緒にやってもらうという形で、まあ、今回の大工さんと連携させてもらって、普段はリフォームやらせてもらってます、はい。じゃあ金井さん的にも強力な助っ人、もう本当にもういなくてもいいぐらいの状態ですから、はい。じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。でかいのは俺今加工してちょっと枝、はいはいはい、この辺のちょっと自然木に近い。これも OK、 これも OK、 これだけ、あ、了解。今のあれは何ですか？これ前、椅子を低くするということで、
切ったやつを取っておいて、品質の味、当然的には置いていく。これは多めでいいです。4個ぐらい入れてます。1メーター以上の上で。上でね、はい。はい、やっぱこれ手で塗るのがいいと思うんですか。あ、これなんか目の方がなんとなく柔らかみが出るんで、こういう感じで見切ってこうだろうなって思い出すんで。すごいな。本格的にもう壊す、撤去する部分、まあこの3分の1ぐらいの洗面台という形を作ります。小さくした形で残します。それからこの物入れも4等分に、この中のやつは全部外しちゃいます。ここの枠だけ残す形になります。一応解体は終わりまして、で今度はセンターに一つだけのシンクを作りたいと思ってます。 できればもう壊した材料があるんで、それで、まあ、作っていこうかなと思っております。でじゃあその上にシンクを乗せるっていう形になる。シンクはこの元々できてるもの、新しいやつです。これはいろいろとちょっと構造物を作るために用意したやつです。基本はコンパネで枠を作った形で切り持ったりちょっとそれで段取りしています。製作の方は一応うちいろいろ打ち合わせしまして、パース書きイメージでそれを今佐藤さんがほとんど加工してくれますから、 お任せでもう十分だと思います。はい、ここは、ちょっと見た目最初本箱じゃなくして、ここで広げる、ここで読書できる空間、これ外したこれはもったいないんで、まあ、これを使った形でデザインして使える形のここで読書できるような雰囲気。大体300 で、はい、で今テーブルが、はい、あれが500、はい、
設置していきます。ただ今場所的にどこっつうところがちょっと雰囲気に合わせた形で、ね、全部決めていくので、あとこちらで現場で合わせながらこの形にこのボードを作っていきます。これってどうやって固定してるんですか？これは壁に全部一応ビス、長いボルトがあるんで、ビスがあるんでそれで刺しますけど、これ200ぐらいの長さがないんですよね。1回上がらないで、でビス止めて止めてます。これはもうまたコーキングしちゃうんで、まあ、これで固定はできると思います。これはもう本だけ、本を入れる。まあちょっと木の切り抜いた形で、まあ本が入れられれば楽しいよな。これで、これちょっとそういう遊びをあってもいいかなという感じでいます。これでもしあれここはここの上に、結構の数置けますよね。で、もう一つ二冊ぐらいこういう感じで、もう開きで開けるか、まあそういう形で。あ、こっちに入り口があるんですね。中で座って呼べるという。で最後は着色。ただ今こうほとんど義木的なあれもまだ色がどのような色にしていくかって今検討中です。はい。まあこれが骨組みになって今これ目立っちゃってますけど、これであとこういう立体の構造物が入ったり、あと最終的に色のって随分変わると思うんですけど。じゃあまあこの義木をベースにいろいろ装飾をしていく。そうそうですね。これがちょっと全体のイメージの感じになりますから。はい。